宇宙世紀00791月、スペースコロニーサイド3はジオン公国を名乗り、地球連邦政府に対し独立戦争を仕掛けてきた。ジオン公国軍は既存の電子機器を使用不能とするミノフスキー粒子と、その散布下における有視界戦闘用の巨大人型兵器モビルスーツを実戦投入することで、物量で勝る連邦軍を圧倒した。開戦と同時にジオン公国軍は連邦軍総司令本部ジャブローを目標とし、スペースコロニーを地球に落下させるブリティッシュ作戦を決行。しかし連邦軍の必死の抵抗によりダメージを受けたコロニーはアラビア上空で崩壊し、最大の破片はオーストラリアのシドニーを直撃、町を巨大な湾へと変貌させた。コロニー落としの失敗により戦争の長期化を予想したジオン公国軍は、資源確保のため地球降下作戦を決行。電撃的に地上の3分の2を占領した。しかし慣れない地上での環境で兵は疲弊し、伸びきった戦線を維持することは困難となり、両軍の間にしばしの膠着状態が続くことになる。モビルスーツの脅威を目の当たりにした連邦軍はモビルスーツの開発量産に力を入れ、来るべき反攻作戦の開始に備えていた。これはその戦争の中で歴史の表舞台に出ることなく戦い続けた者たちの物語。どうも皆さんこんばんは、ごはんです。さあ今回から機動戦士ガンダムサイドストーリーズプレイしていきたいと思います。さあこちらのゲームなんですが、2014年に発売されたもので、機動戦士ガンダムガイデンミッシングリンクをはじめとする過去ガイデン6タイトルが収録されたという、まあ、サイドストーリーズガイデンの集大成なんですね。まぁ、あ、ちょっと私ちょっと話の長さに定評があるので、ゲームプレイを見たい方はまぁ、あ、ゲームプレイ開始までちょっとねこの辺はスキップしていただきまして、まぁ、あ、ねこのサイドストーリーズをプレイしようと思ったきっかけが、まぁ、あ、プラモデルを作ってると結構概念限定の機体とか出てくるんですよ。なのでアニメとかじゃなくゲームのみの機体とかもあるんで、それこそね今度作ろうと思った機体がこの外伝に出てくるこうピックアップされた機体なんですよ。だからまあそのためにはこの背景といいますかストーリーもねちょっと見ておきたいと思ったので、こちらのゲームをプレイしようと思いました。またねこの外伝ストーリーズをプレイしたのをきっかけに、また新たに作りたいって思う機体とかもね出てくると思うんで、ちょっと楽しみながらプレイしていきたいと思います。それではスタート、ストーリーモードから始めていきたいと思います。何から始まるんだろう。お、なるほどね、連邦軍編とジオン軍編選べるんだ。なるほど、今までジオンのねパイロットについてあんまりね知らなかったりもするんですけど、とりあえずねまずは連邦から行きましょう。第二丸機械化混成部隊だって。ミッシングリンクって何なんだろう、何の機体がピックアップされたお話だろう。全然知らないからね私。お、戦場では若くていいやつから先に死んでいく。俺はそのどちらでもない。おかげでしぶとく生き残っている。ザビ家の末っ子ガルマザビが戦死したあの頃ね、ジオンの実績を握るザビ家で初の戦死者だ。親御さんにはお気の毒だが、ガルマが死んだせいでジオンの士気はぐんと上がった。長兄のギレンが敵討ちだの正義の戦いだのと煽ったせいだ。盛り上がったジオンが次々に投入する新型モビルスーツに連邦軍はてんてこまいで、こっちも負けじと特艦工事にしちゃなかなかのモビルスーツをでっち上げたが、肝心のパイロットがどうにもならねえ。実戦経験を積ませようにも次々に死んじまう。そんなわけで俺たち第二丸機械化混成部隊にもお鉢が回ってきた。モビルスーツ実験部隊といえばエリート部隊と相場は決まっているが、何事にも例外はある。俺たちは無駄飯ぐらいと陰口を叩かれるろくでもない連中の寄せ集め部隊だ。上も期待しちゃいないだろうが、ここらで鼻を明かしてやるってのも面白い。やるときやるのが俺の性分だ。早いよ。今回の作戦よ。はい、注目、北米の最前線になっちゃった。緩衝地帯があんたたちを待ってるわ。そう、連邦とジオンが睨み合っているきな臭いとこ。駐屯基地にジオンのモビルスーツが接近中だったさ。あたしらは増援戦力として現地に乗り込んで基地の防衛任務に就くってわけ。わかった？はい。
じゃあさっさとミディアに乗り込んでちょうだい。ミッション内容の確認よろしく。はい、敵の全滅、ミッション失敗は時期の全滅 OK です。期待状況いい。ちょっと命がかかってるからね。リクジムじゃん。いきなりリクジム乗せてくれんの。しかもリクジム3機じゃん。パイロットがフィクサー、ボマー、リッパーだって。おお。これまで通り、任務はモビルスーツの実践テストを兼ねてるから、その次で。はい、了解。ってことで各員適当によろしく。適当、了解了解。戦闘データならいくらでも集めてやる。リッパーは相変わらず戦闘狂だね。戦闘はいいけど、任務の内容覚えてる？敵機の殲滅です。敵の殲滅だ。あ、殲滅って読むんだ。殲滅って読んでた。やることは同じだ。いやいや、全然違いますって。ヘクサー。あ、どうした、ボマー。干渉地帯での作戦行動は極めてデリケートだ。この任務、俺らみたいなのが任されていいのか？猫の手も借りたいんだろうね。まもなく降下地点。クソ高い損耗率の激戦区よ。気を引き締めて。コースよし。よーい。降下。リクジムってどうやって降下すんの？グッドラック。ドーンって言ったじゃん。ちょっと待って、これさ、色がオレンジじゃない。まだこれ作りたくなるから。まだこれ作りたくなるじゃん。おお、あー、もしかしたら、あー、これ骨組みさ、助けてくれ。ジオンの一つ目がバトーベと同じだな。何このテカテカの陸ジム。61式じゃん。モビルスーツ相手に分が悪い。61式前衛を任せる。はい、モビルスーツは俺がやる。さて、おっ始めようか。あー、でも陸ジムだね、色が。うわー、こんなに楽しいゲームあります？こんなに楽しいゲームありますか？当たるかな、当たらんや。当たったぞ。ちょっとラグがあるんや。ちょっとね、ちょっとかじったね、バトーペとね、違うんですよ、あれが。操作の方法が動きは似てるんですけど。おお、めっちゃ近くにいたわ。全部ロケットランチャーで始末していくスタイル。あ、ごめんな。フレンドリーファイヤー始まった。いやいや、一応ね、近距離はビームサーベルとかも使っちゃって。いや、対人戦じゃないからね、ちょっとなんか上手に見えるよ。一つ目野郎が来たよ。ああ、グフがいたよ。ほら、これだよね。間違ってた、ごめんね。違う。え、これムチバチバチしてくるから、遠くからチクチクやってあげた方がいいでしょ。全然そのグフの期待を見せようみたいな優しさは私にはないから。ちょっと期待切り替えてみようか。なるほどね、この人はサポーターだ。確かね、R2 を長押しで、こういうね、こういう、狙いながら撃てるみたいなのあったんだけど、ちょっと待って、今それどころじゃないわ。あ、これこの間ほら、スラムで作ったやつだね。これ中に3つ入ってるんだよね、なんか。お、倒した。一つ目はあらかた片付けたな。ちっ、もう終わりか。やり足りないって？戦闘業はほどほどにしてくださいよ。あ、協力を感謝する。戦車来たよ。味方？武器を味方に向けるなって教わんなかったのか？包囲されてます。何？何？何のつもりだ？ちょっとリッパ。リッパダメでしょ。やりやがった。どうした？まあいいさ。元からどういうこと？貴様ら。え？まさか。物資の横流しくらいでやめときゃいいのに、やりすぎだ。いくらなんでもジオンとつるむってな、なしだろ。聞いたことがある。
極秘の後期粛清部隊の噂。ということは、なら分かるね。これから何が始まるか。味方同士世直し部隊なの。無駄飯ぐらいのモビルスーツ実験部隊っていうのは表の顔、裏の顔は訳あり任務を担当するトリプル A 機関の特殊部隊スレイブレイス、通称レイスだ。ある時軍内部に救う犯罪者たちを始末し、またある時はまともな奴がブルって逃げ出す危険な任務を遂行する。こんな危ない橋を渡るのはすねに傷持つ連中ばかり。戦闘狂に味方殺し、スパイにハッカーと何でもありだ。死罪を逃れるため俺たちはグレーブってやつと取引をした。そう、悪魔に魂を売って亡霊になったのさ。なるほどね、かっこいい。はい、注文。今回の作戦よ。はい、ちゃっちゃと確認してちょうだい。ここからはスレイブレイスの任務よ。駐屯基地の連中は友軍をジオンの前に誘い出してては壊滅させていた。あ、なるほどね。金と引き換えにジオンのポイント稼ぎに協力してたってわけ。このやり方にボスのグレーブは大層お怒りよ。それじゃあ裏切り者の粛清といきましょうか。ミッション内容の確認、よろしく。機体状況の確認、いい？はい。あんたの命がかかってるからね。しました。霊属する亡霊ども、いやー、これは本当にね、私の中の邪気眼が目覚めそうになるね。霊族とかね。状況分かってんのか。この距離ならモビルスーツの走行くらい簡単にぶち抜けるんだぜ。そんな強いよ戦車って。極秘部隊といえど飛んで火にいるなんとやらだ。はいや、やれ。はいや、ミデアじゃねえか、笑わせんな。何？嘘。ミディアにあんな嘘が。あ、ミディアないんだ、そういうの。味方を撃つのは初めてか。これで後には引けないって。隊長。え？なんでなんで。基地からザクが出てきた。基地にジオンの兵士がもういたんだ。やれやれ、魔男を見つけた気分だ。へこむな、それ。きついお仕置きが必要だな。さあ、落ちろ。あー、全然避けるんやけど。何それ、ずるいやん、そんなシステム。OK。 あ、やばい、味方が追われてる。 OK。 もう遠距離ランチャーを多用するみたいなね。なるほどね、戦車が援護射撃をしてきますと。もうやめてー。そう、機体切り替えるか。さて、どんな様子だ。待って、どれだ。ミサイルが四角か。じゃあもうあの戦車の塊ミサイル。あ、一気にしか当たってない、もしかして。よいしょ。ちょっと全然今外れてた気がするんやけど。あー、大炎上ですね。うわぁ、めっちゃ出てきた。何あれ。うわ、すごい。騎兵隊のお出ましよ。騎兵隊だって。ギリがたい連中だな。騎兵隊があるならさ、騎馬隊みたいなのあってもいいよね。このガンダムの馬みたいな。物足りないと思ってたところだ。少しは楽しませてくれよ。きゃ、どこだ。機体だ。あ、戦車邪魔やわ。これ戦車先やった方がええな、これ。戦車もうないない。うわー、近接だ。いやー、うわー、めっちゃ吹っ飛んだんやけど。そんなことってある。ちょっとランチャー貸して。よいしょ。当たったか。当たらんのや、遠いんや。ちなみにね、なんかね、
サポートアタックができるみたいだね、この子。やってみるか。十字キーした。あ、なるほどね。助けてっていう意味か。どんな様子だ。お、これ結構長いな、ちょっと。これこそちょっとスナイプの練習したいんやけど、先これをやるか。うわ、空から来てる、空から来てる。あ、なるほど。さすがに空から来られてやっぱこう切り替えんといかんから、こういうのをミサイル。あった。あ、すごいミサイル追いかけてるやん。ほら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 なるほどね、こう追従システムみたいなのがあるんや。いや、当たらんやん。当たらんやん、こんな動いてるやん。どうしたらいいんや。いけ、オッケー。しまった、だだだだ、目が回る、目が回る。いけ、オッケー。さすがミサイル追いかけますから。あ、ミデアに当たったミデアに当たってない、今。よし、やつと、サポートアタックしてくれ。何あれ、あ、なんかいるぞ。グレネードある、グレネードある。よいしょ。あ、違う、グレネード丸や、丸丸丸丸だって。いやー絶対動き遅いから、これ後ろとかに回り込んで。何これ、ザクタンク、これ見た目からしてちょっとちっちゃいんだね。なんかガンタンクってもっと大きいやん。さあ次何行く。あ、まだ空にいたね。おうおう、後ろにいるよ。よいしょ、オッケー。さあ来たぞ、もらった。見え見えだって。よいしょ。ちなみに下角とかはないですね下角はなかった。お、やったか。敵へ認められず、あらかた片付きましたね。さてと、観念したか、基地司令殿。基地司令どもがもう悪いやつやったんや。法務官を呼べ。釈明は軍事法廷でする。分かってない。釈明とかできるレベルじゃないでしょうよ。そういうレベルの話じゃないんだ。そうだよ。やめろ、貴様私を誰だと。どこにいたか分かったの。うそー3 2 1。基地の防衛とかじゃないじゃないですか、もう。だからボマーって言うんだ。ジオンもいなくなって、ここどうなるんですか。つまらないことを気にするやつだな。いや、気になるでしょ。代わりが来るだけよ。ブレイブの子飼いが新しい基地司令で乗り込んで。ボスはますます気の毒を手に入れるんだ。グレイブって誰だろう。いいんですか、これって。ほんと、つまらないことを気にするやつだ。仕事は終わりだ、戻って一杯やるぞ。いやー面白いねはい、ということで今回はスレイブレイス編かな、第2話までプレイしていきました。第3話がね、舞台裏の掃除人ということで、また続きはね、次の動画でプレイしていきたいと思います。いやー、これ楽しいわということで、最後までご視聴どうもありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。チャンネル登録をお願いいたします。よかったら他の動画も見ていってくださいね。